ね、あの、まあ、僕は鳥山明の,のですね「ドクター・スランプ」好きなんですけどもこれあの漫画で読んでる人は「ドクター・スランプ」って言うんですけどもアニメで見てる人は「あられちゃん」って言うんですよね。で僕はあの作品のことを「あられちゃん」と呼んでる人はアニメから入った人だと思ってるし「ドクター・スランプ」と呼ぶ人は漫画から入った人だと思ってるんですけども。 ドクター・スランプ、ね、第1話のなんか、ね、表紙からねとんでもなくかっこよくておしゃれですよ。これドクター・スランプのです、ね、第1話の表紙なんですけど二色カラーだったんですね当時の「少年ジャンプ」のドクターさん。まあ,あのオールカラーで始めさせてもらえなかったって。でこのひげのかき方タバコのくわえ方歯並びから分かる通りですねリアル思考なんですよ。で これはあのボタンダウンのシャツ着てるんですけどボタンダウンのボタンの厚みままで描いてます、ね、こういうリアル思考でありながらちゃんとあの顔がギャグですよね人間の口で引っ張ってもここまで伸びないし汗もこんなに大きくないし眼球もこんな人間っていないんですよ。ですごくそのリアルに描く部分とデフォルメして描く部分とですね あの書き分けてるので、ね、その中に、えー、あられちゃんのなんだろう二等人キャラみたいなものが入っててもそんなに不自然じゃないと一つの話になってるんですけどもですねあのこれえらい難しいんですよ。というのはこのリアルな描き方自身は当時すでにあの大友克弘が描いてたんですけども大友克弘が描くと全部大友になっちゃうんですねつまり汗のサイズこういうふうにならないわけです。でこの汗見たら汗の中に影とハイライトまで入ってるんですね。 でこんな変な書き方っていうのはなかなかできないんですよね。こ今汗アップになってますけども、こんな変な書き方できないんですよ。こういうディフォルメを平気であのリアルの中に入れれるというのが鳥山明の特徴です、ね、まああの漫画屋みたいになっちゃいますよね。で大友克洋を意識した漫画家っていうのはみんなこのリアル一辺倒の絵になっちゃうんですけども、これ鳥山明は自分の絵にしてるからディフォルメをこんなに綺麗に入れることができるんですよ。で。 ドクター・スランプ始まって第2話かなえー、とのりまきあられがですねロボットであるということを隠して学校に行くシーンです、まあ、最初先生出てきてもこの先生からすれば誰かモデルがいるんだろうなという書き方ですねでこの辺の漫画の書き方はまあものすごく漫画っぽいデフォルメしてるんですよ山の描き方とかカラスが飛んでるとかでこの絵はモデルがいるということが明らかにわかるちょい とだけリアル寄りなんでで、すねで。この絵はデフォルメ寄りかっていうとあの、あられとその友達の女の子の名前忘れちゃったの、あのこの頭の形まで 3D で描いてる、この感覚からして、ね、かなりリアル寄りなんですね。で、あられがボールを投げると。そうすると、まあ、遠くまで飛んでいくとヤグなんですけども、やっぱ見てほしいのはですね、このあられの投球フォームとですね、あと投げた手が見えなくて、で投げた手の流線が顔の一部を隠す。 ボールが飛んでいくこの,あの立体感というかですねこう割と最初捨て駒まで入れてリアルな人物捨て駒会話入れていきななりアクションなんですよ。この間がなくていきなりボンと投げてで飛んでいくボールのリアクションというですねまあ、ここら辺は最近の漫画と同じなんですけどこの辺のリズムというのはですねなかなか。 今の漫画でもですねだから作りにくいあかねちゃんですねありがとうございます今の漫画でも作りにくいで、えー、他のページではですね、えー、せんべいさんがですねあの映画館に映画を見に行くシーンですねで映画を見てると興奮してですね 隣にお坊ちゃんが座ってるんですけど、ちっちゃい男の子が座ってるんですけども、興奮したせんべいさんは、スクリーンに向かってその子供を投げてしまうとうギャグやるんですね。後ろだと言っとるだろうがって言って、子供を投げたら、それが怪物に当たって、スクリーンからその子供が反,あの反射するというか、ね、跳ね返ってくるというなんですけども、これをね、一コないでかけるセンスがすごいですね。なかなかね、ねこのディフォルメしながら。 遠近感をごまかしというかですね。で、見てる人間何をやってるのかっていうのをですね。あの、一方向からだけわかる絵っていうのは、とんでもない画力ですよね。画力っていうのが漫画力と言ったらいいんでしょうかね。もうこうなると絵画を描くうまさではなくて、漫画を描くうまさなんですよね。漫画力がとんでもなく強い作家だっていうのが分かります。遠近感の撮り方と漫画なりの嘘のつき方がすごくうまいですね。